これより実況を開始する。バズること間違いなしだ。常に挑戦者であれ、常にマイノリティであれ、まあ声優っていうのはまあ魂かな、魂を吹き込む、なんというかね、案内人、魂の案内人かな。それじゃあバチコリやっていきます。すんません、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 ビビらす名前しゃべる。どうも、ボコと申します。今日なんかすごく綺麗なね、なんか建物に来ているんですけれども、レーシングアストラルのね、ちょっと案件っていうか、その動画をね、今続けてあげてるじゃないですか。でそれでちょっと CV、 オリジナルキャラの CV させてもらえみたいな話があったと思うんですけど、それもちょっとマジでちょっと作ってもらったんですよ。とんでもないでしょ、この YouTuber の、たかが YouTuber の一声で、お前なんかちょっとキャラ作れよみたいな感じで言ったら本当に作ってくれたんで、今回その CV の小屋での収録に来ました。はい、中間じゃね、まあちょっとキャラできたキャラクターがどんなやつなのかとか、あとその CV のセリフとかキャラクターのその声質みたいなの全く知らない状態なんで、まあ、今日もその導入からもう自分がキャラクター見て撮って、おおできたみたいな感じのところまでちょっと一気にやっちゃうんで、よろしくお願いします。あ、すいません、こんにちは、おはようございます。あ、お疲れ様です、モコです。よろしくお願いします。おりました。あ、そうですよ、ありがとうございます。キャラクター作ってもらったんですか。本当にできました。マジっすか。なんと、はい、できたんだ。総動員で作りまして、ちょっと我々もできると思ってなかったんですけど、はい、マジで、はい、結構そのうちのチームモコさんのファンが多いんで、はい、マジっすか。みんなもうフルパワーで、フルパワーで、うわ、それ嬉しいわ。先生に命を吹き込んでいただいて、ちょっとじゃあ命吹き込む作業をやっていきますか。じゃあ早速ちょっとキャラクターの方、あ、はい、お願いします。見ていただければなと思うんですけど、どんな感じですか。こちら前回ご覧いただいた、ラフの状態です。あ、これね、モコウ先生、はい、面白そうなキャラというか、はい、ね、完全にモコウっすよね、こいつ。塗り込みました。塗り込んできた。それがこちらです。はい。マジで、何こいつ、左肩になんか乗ってるわ、俺のハムスターが。はい、打ち合わせの時に言ってた、はい、コートの柄だからね、をよく見ていただくと、うわ、本当だ本当だ本当だ、やべ、今気づかなかった。顔文字になってるわ、ちゃんと。それぐらいこう自然に、すげえ自然すぎてちょっと違和感なかったわ。これが通常ポーズでして、はい、で合体ポーズの方なんですけども、あ、そう、別バージョンもあるんだ。前回のお打ち合わせであった通り、こうサングラスとカツラがもう外れてしまって、ああ、なんかそんな話でしたよね。はい、もう真の姿が出る、はい、でかつそれがイケメンである。イケメン、そう、ちゃんとイケメンじゃなきゃダメですね。その辺を意識して作らせてもらったのがこちらです。めちゃくちゃイケメンだわ。クソイケメン。クソイケメン。ちょっとこうね、甘い系の、甘い系じゃん、強めの甘い要素もね。ちょっと女の子とかこう、はい、俺以外見んじゃねえよみたいな言いそう。俺の動画以外見んじゃねえよ。しかも使いたいよ普通に俺。しかもですね、はい、これがアニメーションでまあ動くのが、あ、そっか、うちのゲームの特徴でして。そうだわ、動くんだよ。でこのアニメーションも仕込んできました。はい、マジっすか。ちょっとそれも見ていただければなと。見たいわね、動くのこれ。これ今通常のあれっすよね。これそうですね、通常のポーズで、もう割とこうぬるぬると、ぬるぬる、こうなんか一生懸命盤面をね作ってる時の。で続きまして合体の方、まあ合体ポーズが結構うちのゲームの売りでもある。これもさらに、これちょっと気になるな。はい、こうだってこう拳合わせてやるわけですよね。そうです、そうです。これが合体ポーズですね。うわ、すげえ。今こうやりましたね。やりました。ガーン、躍動感がなんか。どうも、モコと申します。あ、これ敵ね。これ敵です。不所属。うん、動いてる動いてる。普
通に戦ってます。うわ、術師として。すげえ、何の違和感もない。お、来るか。術師スキル来たよ。ばっこり決めていく。もうばっこりとザラキエル召喚したけど、来た来た来た。うわ、すげえ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 。いや、すごすぎる。すごすぎでしょこれ。いや、めっちゃかっこいいやん。めっちゃかっこいい。めちゃくちゃかっこいいんだけど、ちょっとこれこれだって、こんなめちゃくちゃいいキャラで、はい、なんか下手くそだなみたいな、嫌じゃないですか、なんか俺のみたいな。 CV じゃ正直このキャラ成立しないと思うんで、ちょっとこれ僕もちょっと真剣にやります。ぜひ、はいはい、命吹き込む。はい、じゃあ、はい、向こう三世かっこ仮の、そうですよね、キャラクター名を、うん、名前がまだ決まってないもんな。先日向こうさんがアップしていただいた動画のコメント欄に、はい、ファンの皆様からすごいこう名前の案が寄せられてまして、すごいなんか来てる。海洋性大腸炎ってどうすか。すみません、まあ、まず向こう先生、うんうん、と、まあ、これ先生と先生をかけてるみたいな。ああ、なるほど、先生か。家井岸爆、家井岸爆、ああ。シャルルド・モコ、ちょっとこれ第一候補で、はい、3世とかつけずにもうすでにシャルルド・モコ、はいはい、あ、そうそうそう、なんかあくまでやっぱ一般のねユーザーの人にもなんか覚えやすいような名前じゃないとダメだと思うんで、こういうのってやっぱ、うん、そのなんだろう、モコを知ってる人じゃないと伝わんない感じになっちゃうから、それそういうの避けたいですね、やっぱ。そんなからやっぱシャルルド・モコはモコ要素ありながら、普通になんかゲームプレイしてて、なんかこいつかっこいいなみたいな。シャルルドモコになりきる感じでボイスの方もね。ですね、はい、はい、どうもシャルルドモコと申します。よろしくお願いします。はい、そのモコさんに収録していただく前にですね、はい、ちょっと今日はゲストを呼んでまして。ゲストっすか、マジっすか。誰、すでにこの連心のアストラルで、はい、パリの矢次郎というキャラのボイスの役で収録をされている、はい、あ、マジガチョン先生さん、はい、マジっすか。じゃあお呼びします。はい、さんお願いします。おはようございます。どうも忍者です。はい、どうも笹翼と申します。よろしくお願いします。はい、すごい人来た、なんか。はい、笹さん呼んでいただきありがとうございます。いや、とんでもないです。むしろ来ていただきね、ありがとうございますという。オブジェクトから来ました忍者です。すごいな。発声の方を任されておりますので、はい、あの声をガンガンに出していこうと思っております。あ、本当ですか。いや、こちらこそよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあちょっとこうトレーニングの方、トレーニング、はい、はい、じゃあちょっとやらせてもらっていいんですか。じゃあちょっと、はい、じゃあまず早速ちょっと発声練習みたいなものから、そうですね、ちょっとそれをいきたいんですけども、ちょっともらいたいです。はい、まずちょっと体を動かそうかなと。体を動かす、はい、そっか、まずあの声を出すためには、そっかそっかそっか、ちょっとなんでちょっと柔軟体操じゃないんですけども、はい、まずこう首をこう回すところから、うん、ちょっと首をじゃあこうやって、首をこう大きく、首やっぱ大事なんですね。あ、手足なんかもほぐしまして、あ、やっぱ手足もやるんだ。足を開いて、足開いて、はい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 、え、こんなことまでするんだ。息ゆっくり、息を吐きながら、はい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 、あ、でも結構柔らかいですね。はいはい、じゃあ、痛がっていただいて、あ、でもなんか、あ、でもちょっとほぐれた感じする。ここの筋を伸ばす、ここの筋、あ、なるほど、普段伸ばさない場所が。あとはまあそのちょっと僕の方で用意したんですけども、まあやっぱりそのはい、セリフを言う時にこう、はい、噛んだりしたら大変じゃないですか。まあ正直ね、ちょっと、うん、噛んだくない。なのであの早口言葉ちょっと用意いたしまして、ちょっと なんかもう字がちっちゃすぎて読めないんですけど、これなんですかこれ。ウイロウリっていうものがあるんですけど、ウイロウリなんか聞いたことある。はいはいはい、これがその全文なんですけども、全文だとちょっと長すぎると思うんで、ちょっと長いっすよねこれ。1,2,3,4,5 行ぐらい、ちょっと5行ぐらいですか、試しに。じゃあちょっと読み上げますこれ。はい、拙者親方と申すは、お立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうが、お江戸を立って二十里上方総主小田原一色町をお過ぎなされて、青物横丁を、あ、じゃあ青物町を上りでお稲さざれば、聞
隙間より取り出す。まあとりあえず5行5行読みました、はい、ありがとうございます。これ暗記してるんですか。これ全部暗記してますね。読めるんですか。全部だとちょっと長すぎると思うんで、ちょっと今のところまで軽くじゃあ、はい、はい。拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうが、お江戸を立って二十里上方総州小田原一色町を過ぎなされて青物町を上りへおいでなさるれば、欄干橋虎屋東右衛門ただいまは啓発いたして遠斎と名乗りまする。冠の隙間より取り出す。なんかでも感動だわ。こんななんかね、ちゃんとしたこうやって教えてもらう機会ないっすよ。あ、本当ですか。いやすごい、ウイローリなんて初めて読んだし俺。ぜひね、持ち帰っていただいて。じゃあこれ持ってきて、じゃあもらっておきます。これありがとうございます。たまに思い出して。あ、これちょっともう家に飾るだこんな。普通にちょっとこっち来ます。まあ、本当はもうちょっといろいろやる発声とかもあると思うんですけど、まあですよね、まあ、今日はちょっとお時間がね、ということなんで。そうなんですよ。軽く、はい、こういうことやってますよってことだけ、はい、他の声優さんもっと他のことやってたりするかもしれないんで、これが全てというわけではございません。そうですよね。ご理解ご了承のほどよろしくお願いいたします。声優のご経験っていうのは今回何回かそういうあります、こういう形でゲストみたいな感じして。あ、でもそのたくさんとかはもう全然ないですもん。なんかじゃあ軽くなんですけど、うん、はい、そのモコさんが演じられるキャラクターを軽くちょっと自分なりのちょっと解釈で一回サラさんにやってもらえるセリフ何個か読んでみようかなって思うんですけど。本当ですか。ちょっとそれお願いしたいです。はい、じゃあちょっと、いいですか、お願いして。やらせていただこうと思います、はい、お願いします。ちょっと、ね、ちょっとお手本をね見せてもらうということになりましたので、はい、ちょっと聞いていきます。こんな感じでスピーカーから聞こえてくるんでね、これ手短に説明するとどういった感じの、なんかもうプロの、まあ、基本的にこう貴族の 出自と言われているので、こう上品な部分がありつつ喋り方はちょっと偉そうな感じです。偉そう。とはいえこう市民に向けた YouTube 活動をしているので、あくまでこう目線は市民に向いているという感じですね。あ、なるほど。だからまあ高圧的な言い方はするんですけども、まあ、言ってることは実際にこうそこまでこう強くないというか、こうどこか温かいとこもあるします。これより実況を開始する。バズること間違いなしだ。炎上を恐れるようでは VTuber 失格だ。すごい。良い子のキッズは真似するなよ。連戦。ありがとうございます。音圧がすごい。何これ、声優さんじゃん。これより実況を開始する。だからもうシャルルドモコ CV 笹翼だ。これより実況を開始する。チャンネル登録よろしく。再生数が伸びてきたな。なんか嬉しそう。これで300万再生だ。ちょっとバズりすぎたかな。バカな、炎上するなんて。ちょっと待って、面白すぎないか。一緒に盛り上がるぞ。失礼しました。一緒に盛り上げるぞ。土下座するしかないな。ありがとうございます。これを聞いちゃうと、僕多分俺が何やっても全部劣化にしか聞こえなくちゃって。いやいやいや、そんなことない、そんなことない。ちょっとバズり、はい、バズり、再生数が伸びてきたな、このもう喜びが抑えられない感じとかね。演じきれないよ俺ちょっと。いや、笹さんのこのねバトン受け継ぎましたけれども、まあでもね、彼も言ってたけど今のが正解じゃないから、もちろん今のはあくまで彼なりの表現というか彼なりのその解釈なんで、またちょっと俺はもっと声質も違うしね、その表現の仕方とかも独特だから、また違ったこのシャルルド・モコができるんじゃないかと思いますんで。いや、まあイメージで言ったらやっぱここのなんかその崇高なる貴族みたいな、庶民たちを上からこう、なんだろう、検閲してるみたいな。今日もあれだな、町は平和だなみたいな、ね、はい、1番2番1番2番で、はい、はい、こちらを聞かせてください。じゃあちょっとよろしくお願いします。はい、お願いします。これより実況を開始する。バズること間違いなしだ。結構いい感じだったんじゃない。かっこいいですね。いい感じ、結構いい感じだったんじゃない。じゃあ本番の録音になっていきますが、あ、本番の録音で、はい、はい、じゃあ一応先ほどね、はい、笹翼さんがやったようにですね、はい、5番までやってみようと思います。5番まで、はい、はい、
これより実況を開始する。バズること間違いなしだ。炎上を恐れるようでは VTuber 失格だ。良い子のキッズは真似するなよ。連心。良い子のキッズは真似するなよ。連心。あの VTuber 失格だの失格がちょっとなんかちゃんと言えてなかったなっていう。自分に厳しくて素敵ですね。いやまあちょっとそこかな、一気になったのが。そうですね。じゃあ3番と5番のリテイクですね。はい、やらせていただきます。あ、お願いします。はい。炎上を恐れるようでは VTuber 失格だ。連心。あえて言うなればぐらいですよ。もうでも、はい、なんかやっぱりその貴族というキャラクターがあるので、はいはい、上に立ってる人感みたいなのが。なるほど。いや、そうですね。だから そこがただここら辺バトルのセリフなんで、その気持ちが盛り上がって早く言うのは間違いないんですけども、いやでもなんかちょっとそれ踏まえてもう一回撮り直したいな。大変ストイックでいらっしゃる。いやなんか、いや、でもなんかそうっすね。なんか焦るとやっぱ早口になっちゃうっていうのは自分でも。そうですね。これより実況を開始する。バズること間違いなしだ。炎上を恐れるようでは VTuber 失格だ。良い子のキッズは真似するなよ。連心。変化をすごいですね。こんな言われて変化を出せるっていうのはなかなか新人の声優でもできないことを今やってのけていらっしゃる。ゆっくりとねちょっと読むのを意識 しましたわ。このまま6と7を。6と7、はい、承知しました。はい、ではお願いします。連心。連心。どうしても叫ぶと笑ってしまうのでしょうか。これ声をねやっぱ張れないんだよね。でもね、あの今の変化良かったと思うんで。あ、マジですか。笑いを抜きにして。あ、ありがとうございます。7番だけもう一回やってみましょうか。はい、はい、連心。はい、お願いします。終わった後はどうしても笑ってしまうんですね。変化どうでしょう今の。いや、かっこいいですね、うん、はい。刮目せよ。どうだ。はっ、邪魔をするな。黙れ。くっ、はい、はい、問題ないと思いますね、はい、いいと思います。こちらを採用です。セリフ3つやりましょう。18番まで。あ、18番まで、はい、はい、チャンネル登録よろしく。再生数が伸びてきたな。これで300万再生だ。どうですか。役としてなんかそのなんだろう、偉い人っていう感じが声からすごい読み取れるので、言うなればその、はい、難しいこと言うんですけども、はい、こういうバトル系のセリフになると、はい、勢いが出るとこう全部語尾がちょっとこう同じ音というか、なりがちなので、その語尾の音を変えるだけでもその、はい、そうですね、セリフのニュアンスとか変わってくるので。語尾のあれか、そういうちょっと実践します。チャンネル登録よろしく。再生数が伸びてきたな。これで300万再生だ。ちょっとバズりすぎたかな。バカな、炎上するなんて。チャンネル登録させてもらう。界隈がざわつくな。私の動画だけ。ちょっとすいません。ちょっとすいません、もう一回撮り直します。はい。私の動画だけ見ろ。普段生きてたら絶対言わない言葉ですからね。ごめんなさい。ちょっと、そう、そうなんです。でも本当本心です。一度間違ったアクセントをスッと戻せるって、これなかなか声優やっててもハマっちゃうとずっと界隈って言っちゃったりとかするんですよ。何回やってももうテクニックとかじゃなくてもうなっちゃうんですよね、人間って。それをスッと直せるスター声優。声優っていうのはまあ魂かな。魂の案内人。自分になれ。常に挑戦者であれ。さて。常に挑戦者であれ。常にマイノリティであれ。常に挑戦者であれ。
常にマイノリティであれ、錬心のアストラル、錬心のアストラル、はい、ありがとうございます。皆さんこんばんは、僕は申します。まあ8割7分1厘、これが僕のね勝率です。練習いい、すごくいい。あ、本当ですか。これはもう絶対誰にも出せないやつ、本人にしか出せないやつ。しばくぞ。俺このチャンス待っとってん。勝利数をもんばーちこりと稼いでいく。それじゃあバチコリやっていきます。すんません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 。ビビらす名前シャバゾーが。空気読めお前。これはもう偶然から必然へのね昇華となります。んまくそげやな、これほんま死ねよボケ。アドリブがすごい。たのにこれを言われる。これやばいっすね。混ぜるってのもありっすね。いいっすね。もうこれ当たったらいいや、仕分けに行くぞ。なんで負けたのか明日まで考えといてください。えっ、ぶっ壊す。絶対使われないでしょ、これ。これ本人にやらせる必要ありましたか。いや、大丈夫っす、これで。はい、大丈夫っす。はい、ありがとうございます。はい。あ、ありがとうございました。録音になります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。あ、本当にありがとうございます。いや、もうなんか思ったよりスムーズで、なんか聞いてたおかげで、なんかそれをなぞる感じでやれば、いや意外とやりやすいです。もう今から作っていこうかなと思うので。はい。あ、わかりました。楽しみにしておいて。いや、僕も楽しみにしてます。はい。心残りなく満足。いや、もうそれは満足でしょう。こんな声優さんに教えてもらう機会をもらって、キャラも作ってもらって。CV もさせてもらってね、至れり尽くせりみたいな感じだったね。本当に改めてありがとうございました。本当ありがとうございました。本当にありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。